ねえ、みんな聞いてくれるかい？私はさ、死ぬ前にやりたいことが2つあったんだよ。1つはエレネシパの成長を見届けること。これに関してはある意味では叶ったと言えるかな。だって他人を煙たがってばかりだった子がこんなに素敵な仲間をぞろぞろ連れてきたんだからね。この子の死としても母としてもこれほど嬉しいことはないよ。そしてもう一つはまだ見たことのない生き物に出会うこと。世界中を隅々まで旅して未知の生き物を一つでも多く見つけるんだ。でもまあ世界どころかトラル大陸さえ全て見て回る前に落ちんじまったんだけどね。カフキワさん、ああ、やめなやめな、暗い雰囲気は嫌いなんだよ。何が言いたいかっていうと、あんたたちに
私の夢を叶えてほしいんだよ。ここにだって見たことのない生き物がいそうだからね。そういうことなら任せてくれよ。喜んで付き合うぜ。あんたたちならそう言ってくれると思ったよ。ありがとね。見てごらん、ここウィンドパスガーデンにはね、かつてアレクサンドリアがあった大陸に生息していたいろんな動植物が集められてるのさ。ただ機械の遠隔操作にばかり集中してたもんだから、私がリビングメモリーを歩き回るようになったのはほんの最近のことでね。つまり私にとってもこの場所は未知の生き物だらけってこと。最後の冒険の舞台としちゃ上出来だろ。ちょっと待てよ。そんなことでお袋の夢は都合よく満たされたことになって、それで終わりなのかよ。納得できるもんか。まったく困った子だね、エレネシパ。頼むよ、最後はとびきり楽しい旅にしたいんだ。みんなだって湿っぽいのは嫌だろ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.